ロマンヒョードロビチフォン・ウンゲルン・シュテルンベルクは、ロシアの軍人、貴族で、白軍の首領の一人。オーストリアのグラーツに、バルトドイツ人の貴族の子として生まれる。その後エストニアのレーベリ、そして、ペテルブルクへ移る。パブロフスク軍事学校で学んだ後、シベリアへ渡り、モンゴル民族やブリアート人に興味を抱く。第一次世界大戦時には、ガリツアへ従軍。有で、 知られたが、無謀もしくは精神的に不安定とも評された。1917年の2月革命後、ロシア臨時政府により、グリゴリー・セミオノフの配下として極東ロシアへ送られた。10月革命後は、白軍として抵抗。その後1920年末に、ジョジソウが占領した外、モンゴルで、中華民国占領軍を駆逐し、外、モンゴルで、 支配的地位に立ったが、その支配は過熱であったために、モンゴル人から反発され、チョイバルソンたちが率いるモンゴル人民党は赤軍に救援を頼んだ。モンゴルと赤軍の連合は白軍を攻撃、これを撃滅。ウンゲルンは1921年に赤軍に敗れて、捕らえられ、チェーカーによる軍事裁判の末に、ノボニコライフスクで銃殺刑に処された。逮捕後に、 レーニンが軍事法廷へ送った電報には、彼の罪状は明らかなはずだから速やかに銃殺刑にせよと記されていた。佐々木いたる一、ある軍人の自伝普通者、1963年 P56。ありがとうございます。